弓差し漢字は日本の画家、三重県伊勢市出身。2018年4月本人気に英母校である名古屋学芸大学の学部生時代にジャンミシェル・バスキアやサイトゥ・オンブリーなどのアメリカ絵画に出会い、深い感動を受けて絵画制作を始める。同校の修士課程後、学生時代の友人4人と名古屋で制作会社である株式会社 M304 を設立し、 この時期には主に映像制作を行っていた。2013年9月より代表取締役を辞任し、本格的に画家としての作家活動に力を入れている。2013年に画家としての作家活動に注力するため、2015年の春に言論家をすらうんじ新芸術校に参加する。しかし、同年の秋に母が自死してしまい、 これまでの人生観や生活が一変してしまうほどの大きな失望を経験する。この出来事をきっかけに死者への鎮魂や亡き者への視点を変容させる絵画作品の制作を手掛け始める。2016年に聖火展、先生第一劇にて金賞を受賞し画家として本格的に制作活動に励む契機をつかんだ。この聖火展の審査員は浅田明。 岩渕忠かな、夏の強し、黒瀬洋平、東ずまカオスラウンジ宣言2010、弓差し漢字古典、スールビブ、開催のお知らせプレー太郎、年故障、弓差し漢字インタビュー。母の自殺、無心で描いた鳥苦しみ、歩み始めたかかの道毎日新聞デジタル版、リアル清と先生第一撃批判、新芸術構成家展公表の余白に、 ハット太郎賞に行ってきた、アートギャラリータグボート美術手帳、弓差し漢字が描く戦争が、岡本太郎記念館で特別展示、太郎は戦場へ行ったが開催、愛知トリエンナーレ2019、輝ける子供、あ行から始まるアートウィーキ、美術手帳、2021年1月10日閲覧、ファンデーション、太郎岡本、都市古賞、弓差し漢字インタビュー、 プレー太郎太郎と遊ぶ、太郎で遊ぶ。岡本太郎を中心とした新しいアートサイト。2021年1月10日閲覧。美術品と取得基金の特別枠を活用して、愛知県美術館が購入した若手作家の現代、美術作品を公開します。第2弾、愛知県。www.pref.i.jp。2021年1月10日閲覧。 上野の森美術館ぼ歌展店2021 www.ueno-mori.org.2021 年1月10日閲覧ありがとうございます。